はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。新しい iPad のマジックキーボードが届きました。先月の新型 iPad Pro 2020年モデルと一緒に発表されたこのマジックキーボードなんですけど、5月に発売予定だったんですけど、ちょっと前倒しになって、今4月の、ね、20日なんですけど、もう届いちゃいましたね。なので今日は早速開封していきたいと思います。で、このマジックキーボード発表された時から話題になったのが、このトラックパッドですね。キーボードの下にトラックパッドっていう指でね、カーソルを動かせる部分がついたんですけど、もうこれによってほぼ MacBook Pro みたいな感じで操作できるんじゃないかっていう風に噂されてて、ちょっとそれをね、今日は検証しつつ、あともう一つ注目なのが、この浮いてる画面ですね。フローティングキーボードって言って、画面のね、ちょっと隙間があるんですよ、ここのキーボードのところに。で、この画面の角度をこれで調節することができます。なのでこの辺で何ができるのかっていうのもちょっと検証していきたいんですけど、今日はファーストインプレッションということで、ちょっとだけいろんなアプリ使って遊んでみたので、そのレビューをしていきたいと思います。で、このフローティングのキーボード開けてみるとこんな感じです。可動域のところをね、ちょっと見てほしいんですけど、ギュッと持ち上げると垂直のところまで行って、そこからさらに頭のところをギュッて押し込むと、もう少し倒れてくれるっていうような仕様になってます。で、これ角度が最大で130度まで調整することができます。で、これ以前の2018年モデルと比較して並べてみたんですけど、でかいですよね。結構なんか見た目だけでいくと、もうほぼパソコンみたいな見た目になってるんですけど、で、これね、めっちゃ重いんですよ。結構手が疲れるぐらい持ってみると結構重いです。皆さんが想像してる以上に重たいと思います。で、これマジックキーボードだけで 600g あるんですって。で、 iPad Pro 本体は 471g、 11インチで、なので相当重いですね。 iPad よりも重いっていう仕様になってます。で、もう一つ変わったのがバックライトキーですね。このキーボードが、光る仕様になりましたね。今ちょっと分かりにくいかな。ちょっと電気消してみたいと思うんですけど、消してみるとこのキーボードの、文字のところとかが白く光ってるんですね。で、これ iPad をくっつけてると白く光って、例えばこの iPad を外すとこの電気が消えます。こんな感じでね。で、つけるとまた明るくなるんですけど、これによって暗いところでも作業しやすくなるような仕様になってますね。で、このバックライトキーに関しては設定のところでオンオフが変えれるので、もしいらない人はオフでやってもらえればいいと思います。で、このキーボードの可動域の話にちょっと戻りたいんですけど、今これ2018年モデルですね。1個前のモデルで GoodNotes 5っていうノートアプリを開いてちょっとノートを作っています。で、例えばこういうテキストを打ったりとか、画像を配置したりできるんですけど、まあ、ノートアプリって大体 Apple Pencil でこう手書きで文字書いたりイラスト書いたりすることができるんですね。で、その時にこのキーボード立てたままだと書きにくいから、キーボード後ろ側にくるっとひっくり返してこう文字を書いたりするんですけど、まあ、これが以前のスマートキーボードフォリオだとできたんですけど、今回の新しいマジックキーボードはですね、この角度、後ろ側にくるっと回すことができません。こんな感じで、回そうとしてももう硬くてね、回らないので、もし Apple Pencil で文字書きたくなったら、こんな感じでキーボードから外して、で、まあ、地面に置くなり、こう手で持って文字を書くしかないですね。やっぱり Apple Pencil で文字書いたりイラスト書くときは平たいところで書きたいので、っていうかそうじゃないと書けないので、これはね、キーボードから外してもらうしかないです。で、これがね、私すごい残念ですね。Apple Pencil めちゃくちゃ使う私としては、やっぱりキーボードつけたままやりたかったなっていうのがあるので、ここは少し、マイナスポイントかなと思いました。で、まあ、このキーボードの角度の、まあ、いいところもですね、ちょっと話しておくと、カメラのアプリを立ち上げた時にこの首の角度が調整できてとても良かったです。例えばちょっと今私のね、自撮りモードにして自分を写してるんですけど、今までだったら角度が一定しかね、できなかったのが、こうやって、まあ、女の子とかね、こう自撮り綺麗に撮りたいじゃないですか。なので、やっぱ角度とかね、すごい大事なんですよ、女の子を撮るときはね。なんでこうやって角度をこう垂直にしたら、ちょっと小顔に見えるんじゃないのみたいなねそういうのができるっていうね、これはね、地味にいいですよ、めちゃくちゃ。で、例えばこれセルフタイマー3秒とかにして撮ると、結構ね、漏れた写真が撮れましたよ。こう垂直ぐらいにして撮ると結構いい感じ。
で今内側カメラでしたけど外側カメラでも同じですね。こうやって角度設定しておいてセルフタイマーつけて、まあ、写真も撮れるし、あとビデオのね撮影とかも結構いいと思いますよ。角度設定してビデオオンにしておいたらそれなりにいい三脚代わりになるというか、このキーボードが。で iPad Pro 4K も対応してるんで、まあ、なかなかね iPad でカメラ立ち上げないっていう人多いと思うんですけど、ちょっとこれからこの三脚代わりにねスマートキーボードを使ってバンバン写真とか動画撮影していくのもありなんじゃないかなって思いました。でこのマジックキーボードの左側面のところを見ると、ヒンジ部分にですねこれ充電できる USB-C のポートがついてます。でここに、充電ケーブル挿すと充電しながら iPad が使えるって感じですね。で当然あの iPad の方につけても全然大丈夫ですね。でこれ充電はできるんですけど、こういう USB とかを挿してデータをインポートすることはできなかったですね、残念ながら。これができたらねめっちゃ良かったんですけど、今 USB のやつ差し込んで Lightroom 立ち上げてるんですけど、あの読み込むところがあのグレーアウトしちゃってますね。なんでこういうのやるときは iPad 側のお尻のところにですね挿して、でそうすると、Lightroom でもこうインポートする項目が出てくるので、こういう仕様でやるといいと思います。でこのキーボードのタイピングのところの話なんですけど、タイピングの感じはねすごくいいんですよ。私めちゃくちゃ好きこの感じ。なんか結構深めにこうストロークがあってグッて押し込まないとあの打てない感じなんですけど、それがね私すごく気持ちいいというか打ってる感じがしてめちゃくちゃいいですね。あの MacBook Pro の2018年モデル私持ってるんですけど、キーボードがすごい浅いんですよね。で打ってる感じがあんましないんですけど、こっちはあのしっかりクックってあの打つことができるし、音とかもね なんかカチカチして私は結構いいなって思いました。まあ、これが嫌な人はあんま良くないかもしれないけど、私は個人的に好きです。でトラックパッドがついてるのでカーソルねこうやって動かしてコピペとかもできますね。今までだったら画面タッチして、まあ、あの文字と文字の間にカーソル持っていって選択とかしなきゃいけなかったんですけど、それがトラックパッドでできるので、もうそれはねめちゃくちゃ快適というか楽ですね。あのマウスとか外付けのトラックパッドを接続してやってもいいんですけど、その接続する手間がめんどくさかったりするんで、このキーボード内にトラックパッドがついてるっていうのはあの思った以上に生産性が上がるなっていうふうに思いました。でこのトラックパッドとキーボードの組み合わせは、こういうナンバーズとかあとエクセルとか Google のスプレッドシートみたいな表計算のアプリでめちゃくちゃ威力を発揮します。で今ナンバーズのアプリ開いてるんですけど、この表を選択して移動させたり拡大させたりっていうのがこのトラックパッドでできますね。今までだったら指でやってて、それがねもう超やりづらかったんですけど、これがトラックパッドでスイスイできるのですごくやりやすいです。で例えばこの左側の表もセルがめちゃくちゃ細いですよね。でちっちゃいので男の人とかこれタッチしようと思ったら違うところを選択してしまったりみたいなのがあったと思うんですけど、これがこうトラックパッドで、カーソルのところもね黒のポチでこうちゃんとどこにカーソルがあるかっていうのが見えるので、すごくねあの簡単に選択したりすることができると思います。で複数選択したいときはこう長押ししながらドラッグするとこの3つの表全部選択することができるので、全部選択してこうやって移動させたりすることもできます。もうすごい進歩ですよね。今まで多分表計算のアプリが全然ダメだからって言って iPad 使ってなかった人多いと思うんですけど、これでねこういう経理とかの仕事してる人もすごく iPad の活用の幅が広がるんじゃないかなと思うので、ぜひねこれやってみてください。で簡単にねこうやって色とかも変えられるし、あと2本指で右クリックなので、2本指でこうセルのところをクリックするとオプションとかが出てきますね。多分セルコピーとかができるのかな。あの私全然こういうのねやらないんでわかんないですけど、まあ、こういうのができると。なのであのぜひねこう表計算のアプリも皆さん使ってみてください。でこのキーボードとトラックパッドの組み合わせのクリエイター向けの使い方もちょっと紹介しておきたいんですけど、今アフィニティデザイナーっていうイラストレーターみたいなアプリがあって、それを立ち上げてるんですけど、これを使うとバナーとかポスターとかが前にも増してめちゃくちゃ早く作れるようになりました。で例えば今写真アプリの中から、決まった写真をこうドラッグ&ドロップしてアフィニティデザイナーの方に読み込んでですねサイズを調整して、
で上からテキストを打つんですね。でテキストを打つときもキーボードがついてるのですごい簡単に打てるし、あとはサイズ変形もさっきと同じグラフのやつと同じようにこのトラックパッドで簡単にサイズ変形することができます。でフォントとか選択するときもこのトラックパッドのところをスクロールするとフォント一覧がね全部見て好きなやつをクリックするだけでこうやって簡単にフォントを選ぶことができるので、いちいち画面タッチしなくてもねこういうのがサクッとできます。で色も簡単に変えられるし、あとマスクですね、画像の一部を選択して切り取るみたいなのをちょっとこの前のアフィニティフォトっていう解説動画で紹介したんですけど、こうマスクでこの女の子のところを選択してトラックパッドでこう長押ししてるんですけど今、そしたら選択できて、でこれで文字のところを切り抜くとこんな感じで女の子が前に出て文字が後ろにあるような合成画像というかこういうポスターデザインみたいなのを作ることができます。でこれ今ほぼ iPad の画面を触らずに作ることができているので、まあ、今まで Mac でこうトラックパッドデザインとかしてた人は結構この iPad の方でも同じぐらいのグラフィックデザインを作れるようになっていると思います。でアフィニティデザイナーってすごいねツールが細かくて、これ指でタッチしようとするとめちゃくちゃやりにくかったんですけど、それがこのトラックパッドでクリックしやすいようになっているのでとてもおすすめです。めっちゃおすすめ、クリエイターにも。なのでちょっとね値段は高いんですけど、まあ検討の余地ありかなというふうには思います。でこのトラックパッド3本指横にスワイプでアプリ間の移動っていうのができます。今エバーノートとかナンバーズとかサファリっていうのをこう行き来してるんですけど、これが3本指でクイックに移動することができます。であと3本指下から上にシュッてすると、ホーム画面に戻ります。でその3本指下から上にシュッてしてホールドしておくとこうアプリね、今立ち上げてるアプリ一覧を見ることもできます。でこの辺のトラックパッドの操作っていうのは私以前にトラックパッドの使い方解説してます。でこれは外付けのトラックパッドを使って iPad をどう操るかみたいなのの解説だったんですけど、それとほぼ同じです。なのでもっとトラックパッドの使い方とかジェスチャーとかどういうのがあるのとか知りたい人はその動画を見てもらえるといいと思います。でちなみにこのトラックパッドの設定はですね、設定のアプリの中の一般のところにトラックパッドっていう項目があるので、ここで、カーソルのスピードだったりとか、あと2本指で、右クリックをオンにするかの設定だったりとかっていうもうちょっと細かい設定ができるので、ここでカスタマイズしてもらえればいいと思います。でちなみにこのマジックキーボードなんですけど、今 iPad Pro 2020年モデルでやってるんですけど、1個前の2018年モデルでも、対応します。互換性があるので、もし2018年モデルの iPad Pro 持ってる人はこのキーボード型使えます。1回つけてみるとこんな感じでカメラのところちょっと余白できちゃいますけど、こういう感じでぴったりはまってくれて操作とかも全く同じ状況でできるので、2018年モデルの iPad 持ってる人は、2020年モデルにわざわざ買い替えなくてもこのマジックキーボードが使えるっていうのをですね覚えておいてください。でね、使ってる感じとかもうほぼほぼ何も変わらないというか、もう何が違うかわからないぐらいなんで、ぜひね2018年の持ってる人もおすすめです。でこんなキーボードの価格ですね、ちょっと最後価格なんですけど、iPad Pro 11インチモデルのマジックキーボードは、31,800円で、 12.9 インチモデルのマジックキーボードが、37,800円です。4万円ぐらいいきますね。なのでこのキーボードはね ものすごく高いです。値段が1個前のスマートキーボードフォレだと1万7000円ぐらいだったんで、もう倍ぐらいの値段がしますね。なのでこの値段で結構買うのを渋ってる人もいるんじゃないかなって思います。で私的におすすめなのは MacBook Pro とか Mac を持ってない人は結構買ってもいいと思います。これだけで本当にもうパソコンになるので、で Mac をもう持ってて普通に Mac で運用しててサブ代わりに iPad をメモ書きだったりとかちょっとしたメールの返信に使いたいなっていう人だったらそこまで必要性はないのかなっていうふうに思いますね。もうスマートキーボードホールでも結構使えるので、そこにトラックパッドを、どうしてもトラックパッドが欲しいんだっていう人は買ってもいいけど、めちゃくちゃ変わるっていうほどでもないし、あと重いのでちょっとそこはね注意して買っていただければいいんじゃないかなって思います。表計算のアプリとか、あとアフィニティデザイナーみたいなバナー作りを本格的に iPad でやりたいっていう人は結構ね買うのをおすすめします。かなり変わると思います。
はい、ということでマジックキーボードのレビューでした。いかがだったでしょうか。個人的にはね、結構買ってよかったなって思います。いろいろ可能性が広がるというか、使ってみたいことがたくさんあるので、また動画出していきたいと思います。はい、ということでありがとうございました。で、切ろうとしたんですけど、その時に私気づいちゃったんですよ。こうピントがトラックパッドで合わせれるんです。カメラ立ち上げた時に見てください。こうカーソルを持っていってクリックしたら、こうピントがあって、あと露出も変えることができました。これ最後に気づいちゃったんだけど、すごくないですか。これビデオとか撮影してる時に、すごい被写体が動いたりしてピントがなかなか合わない時に、こうカーソルでクリックしたらピントをすぐに合わせることができますっていう最後の Tips でした。これ使ってなんか動画撮ってみたいと思います。はい、ということでありがとうございました。もしこの動画面白かったらいいねボタンよろしくお願いします。じゃあ次回の動画もお楽しみに。バイバイ。